おはようございます。今私はね、下北沢、前回続いて下北沢の今駅前に来てます。下北フロント今、朝日光ってるところですね。今日はここから、小田急線の南の方、なんかあの駅の上の方に結構今お店ができてるみたいなんで、そっちの方ねちょっと見に行っていきたいと思います。まあまだ店やってないんですけれども、まあまあ時間帯はしょうがないんでね、こういう店が、まあ、閉まってますからちょっと見て、そこからまた、神田内出て世田谷代田かな駅は、そこから神田出て、それからまた山手通りの方、目指してね、行きたいと思います。さすがに朝早いからどこもやってないそうなんですね。これ井の頭線の方ですね。こっちはまあちょっと行ってみよう。せっかく来たんでね。前回ここから来ましたけど、スタバの場所を間違えたところですね。通りです。ここは、ね、どうだっけ？鎌倉通り。そうですね、鎌倉通りですね、多分ですけどね。すげえな、みんなこいつ朝から何やってんだよみたいな顔で見ていくんですけど、まあ、そうそう思いますよね。みんな仕事行ったり学校行ったりする中こんなことしてるんですからね、気楽なもんですよ。いやー、まあ、風冷たいな。おじやカフェって前からあったような気がするんですけど、どうだったっけな。11時か、まあ、大体お店11時からされるのかね。そうするとね、遊歩道みたいになってて、いいですよね。レストランが多いのかな、カフェとか。ニーヤさん、B&B。ここもカフェ。あ、まだやってないから閉まってるのね。入ったらダメなんですね。やってる時に行かなきゃ。お店並んでますけどね。ああ、中の方店がいろいろ並んでますね。なるほど、綺麗になってますね。営業時間中に来なきゃ分かんないな、これ。これね、こんな感じでいい感じですよね。こっちからもちょっと見えるのかな。なるほど、ちゃんと裸電球みたいなのつけた。でもあれですもんね、8時までしか営業できないからね。今飲食とか多そうですけど大変ですよね。
いや、なかなかおしゃれですね。これあれか、世田谷代田の駅まで続いてるのかな。ここ保養園、保育園みたいな、幼稚園みたいな。ああ、こういう施設もあるんだ。遊ぶ施設ばかりじゃないですね、ちゃんと。こういうのもあるんだね。あ、ここは来たことあるわ。すぐその橋の下が変わるならな。ということはこっちへ行こう。そうかそうか、世田谷代田はこうだったの、そういえば。なんか工事してるから、なんか違うのかなと思ったら、そうじゃねえ、来たことあるんだ。これ、世田谷代田の駅ですね。手前はあれか、これ遊歩道か。あ、遊歩道だな。何の遊歩道書いてあるか、なんだろう。宮前橋、寺前橋、北川川緑道、北川川緑道、きれいにしてありますね。左行ったら茶沢通り、淡島通り、左ですよね。そうか、じゃあ緑道沿い行ってみましょうか。緑道沿い、まあでも綺麗にしてありますね。すごくやっぱり地域の人たちに、まあ、そう言ったらいけないけども、まあ、そういう人たちもちゃんとしてるんでしょうね。汚いとかめちゃめちゃ汚いですからね。ゴミがいっぱい落ちてるし、雰囲気あるな。大沢橋、ちょうどいい感じで人が入ってくれましたね。ついてんな今日も。いいですね、なかなか久しぶりにバシッと入ってきましたね。これがおそらく淡島通りなので、この信号を渡ってちょっと行って左側かな。もうここまで来たんですね。早いな。あれが車が通ってるのは淡島通りですもんね。こういう風になってるんだ。これどこまで行けばいいのかな。ちょっともう一回本当にしたのかな。どこまで行けばいいんだろう。池尻大橋まで行っちゃうよね、このまま。まっすぐ行くと。で、道がないんだよな。上上がるか。
これで上上がるしかないんだろうな。まあ、和島通り。前回、これ北側歩いてたんですよね。表通りに出るよりも、どっか下へ降りて、あ、ここ下、そうそう、降りるんですよね。下ね。下行こう。これ一旦広い通りに出なきゃダメかも。ハンガリーハビリテーション学院、さっきのところ、これが裏側か、さっきが裏か、こっちが表だ。神社、こんなところに神社。これは知らなかった。ここからしか行けないのかな。向こう側から回れるかな。あ、こっちがあれだ。氷川神社。上目黒。氷川神社。まあ行ってみましょうか。せっかく来たんで。最近なんかあれだよ、なんか神社巡りみたいになってるよ。別に狙ってるわけじゃないんだけど、やたらと神社が出てくるから、今年は全部お参りするって決めたんで、ここもスルーしないでお参りしておきます。おい、結構立派ですね。ほら、結構立派ですね。これだけ毎回毎回神社にお参りしとくと、それはいい写真撮れるでしょうね。もう期待せざるを得ない。神頼みですよ。聖徳太子の日だ。なんか怒りがあるのかな。円泉寺、あ、太子堂、あ、聖徳太子さんの太子像ね、地名がね、なるほど。なるほど、それで太子堂なんだ。なるほど、聖徳太子から来てる名前が、初めて知った。立派なお寺さんですね、円泉寺。向かいがワンタン屋さんと。商店街になってるのかな。ちょっとお店があるな。立派なイチョウの木。林文子ね。放浪記だね。
これ何行列だったっけな。そうですよね、この前の通り。そうだもん、この通りが左行けば、三軒茶屋ね。これは突っ切ってまっすぐ行ってみましょうか。なんかあるかな。あのいっぱい木が生えてるところが気になるな。大きい木があるところが。この辺もですね。この辺いいな。ここはまた、これはまた神社かな。左側ね。これ裏手になるのか。そうだね、ちょっとこっから入るかな。これ何神社だろう。立派な神社、大師堂八幡神社。ちょっと拝んでいこうかな。梅の花が咲いてますね。もうこの時期か。梅もも桜だもんな。ここはそうですね。まっすぐ行って大師堂の商店。右行けば三軒茶屋。茶沢通りだ。そうそう、茶沢通りね。これ、あの下北からずっと続いてましたね、ここ。じゃあ三軒茶屋の方に行きましょうか。花屋さん下がってるな。行列ができてる。お店2階なのにすごい並んでる。ここはスタバだったんですけど、なくなってる。スタバのマークあるな。あ、やってるか。なくなってはないな。そうだ、前回からスタバがない、スタバがないっつって。ここもちゃんとやってるっちゅう。スタバの前いいな。
車が来るからなかなか取れないですね。